こんばんは。こんばんは。勝則です。今日もザリガニの様子をお届けします。だいぶ成長した子が2匹、チザリガニ2匹ですね。ちょうど画角に収まるように出てきれてくれてます。ええ感じですね。こんだけ綺麗に画角に収まる状態でいてくれるっていうのは。ただいつもそのこっち側っていうのは餌をあまり落とさないところなんで、しっかりと餌を落としてあげて共食いを防がないといけないですね。いつもまあこっち向いて右側に落としてるんですよ。左側はビールの空き缶が結構固まっててうまく落ちないかなと思ってついつい落とし方を加減してしまうんですが、今回はちゃんときっちり多めに落とすようにしました。このままこの2匹が順調に大きくなってくれて交尾して子供を産んでくれるのが理想なんですが、なかなかそんな理想通りにいくとは限りませんから、今だけちょっと気持ちだけ気持ちだけそういう気持ちになります。まだ画角に2匹とも収まってますかね。収まってますね。1匹はちょっと背中見てて餌を探してますから、いい感じで育ってくれたらいいんですけどね。2分経っても結構電池が残ってますね。ほんまにいい感じです。そろそろ本当に個別に分けたいんですけど、下手に分けようとして脱皮した直後の体を傷つけたらそれこそ元も子もないんで、ついついおじけづいてしまいますね。でも前回そのおじけで助けなかった子が共食いされちゃいましたから、いつかは決断して分けないといけないんですけど、ああ、いつ開けるかですね。決断がなかなかつかないです。あっと、画角から消えそうですね。ちょうどいい機会です。今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。